誰これ。タイヤ。タイヤかい。誰の車のかな。車持ちいるんすか。皆さんこんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2022年8月12日金曜日の午後1時16分です。そうそう、今日はエイブルシスターズのご姉妹の琴乃さんが島にいらしてます。リサーチにご協力くださる方をお探しとのことですので、ご都合のつく方は広場で琴乃さんにお声掛けくださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。お、今回お題なんやろ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。多分なんか今同時ぐらいにさ出てきたよね、マミーさん。あ、そういえばね、この間2本集まりの動画を映したんやけど、ちょっとね機材トラブルか何かでちゃんと映ってなかったらしくって、せっかくのシャンティのお誕生日がなくなったんよ。一応シャンティのお誕生日をお祝いしましたっていうことだけちょっと報告しとく。報告しとく。ちょ、その動画はもうね、なくなってしまったんで。え、これもね、多分その時に埋めとったんかな。鈴葉庭を掘り出した。鈴葉庭。バッタは一緒に埋まらんねやね、あれ。鈴の音がするってことかな。こんな感じ。あ、かわいい。え、いいね。これ体の頭のやつも全部鈴ってこと？シャラ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 言う。てか他のやつ動かんくね？お。あ、これしばらく経ったらあれ？動かんくなる感じ？永遠に動きよんかと思った。そういうわけではないんやね。全員が動きよったらなんかいい感じの演奏会が。よくね？かわいいし。あ、でもこの中やったらあれやね。鈴が一番かわいいかな。鈴と、あとこれがかわいい。この2番目のやつ。ちょっと頭がトゲトゲしたやつ。あ、でね、シャンティの誕生日を祝ったのと、で、2本目でやったことが、料理が、大型アップデートの後できるようになったんやけど、やったことがないけんやってみようっていうので、このリンゴスムージーを作ったんやけど、どうしよっか。今回、あれかな。リンゴスムージー作った回も映ってないけんさ、別のやつ作ってみる？え、あれどこで確認できるんやっけ？あ、こっちか？あ、ここで一応レシピは確認できるんやっけ？材料を集めてなんか別のもの作ろう？一番簡単に作れそうなものって選んで作ったのに。まさかの映ってないっていうね。デザート、フード。この辺は？トマトって、で、育てんとなかったっけな。育てんとなかったっけな。なんか簡単にできそうなもんない。スズキと雑草で、雑草？このスズキの香草焼きで使われてる香草って雑草なん？嫌やな。で、とりあえずスズキ1匹と雑草5つ、ちょっと引っこ抜いてこよう。多分上の方上がってったらさ、雑草落ちたんじゃないかなと思うんやけど。あ、この間ね、ジョニーも流れ着いとったんよ。それもなくなったんだな。ただスズキはあっという間に捕まるはずよね。見知らぬ誰かへ。オーシャンビューを楽しみながら砂浜を歩いていたら、いいレシピが頭に浮かんだのさ。秘密にしておくのもいいけど、どうせなら誰かと秘密をシェアしたくて。 DIY の輪が広がりますように。ストローより。ストローってカエル？カエルの男の子かな。あ、知ってた。でこい。あ、なるほどね。え、ちなみにね、リンゴスムージーはこんな感じ。ててーん。めっちゃ可愛くない？最近さ、こういう感じのボトル、なんかダイソーとかにも置いとるよね。おしゃれ。よき。ダイソーとかさ、もう、300円均一とかさ、そういう安いところでも、全然なんか高見えするようなものとかさ、映えるようなものめっちゃいっぱいあるよね。いいと思う。誰やねんって感じやけど。待って、私持っとったっけ？あ、あるあるある。カラフルなパチンコ。待って、鼻の上に落ちないで。よし、いい感じ。はい、中身は。夏の貝殻のラグ。あ、覚えてなかった。
ふんふん。夏の貝殻のラグのレシピを覚えた。これあれかな？ 31 日、8月31日まで拾える夏限定の、お、夏限定のレシピかな？つろ？サメつろ？よし、来い。来い来い来い。ふ。まだか。お、いいぞ、釣れる釣れる。イエーイ、でかい。イエーイ、でかいマンボウ。多分ね、前回マンボウ釣った時って釣り大会の時やったんかな。やけん、大きさとか関係ないけん、特に何事もなくって感じ。あ、でも、あれか。お、ハニワのかけら。ハニワのかけらは1日1個落ちとんかな。で、なんか、とりあえず高値では売れたんよね。え、ね、鈴木ってさ、海？そこからなんやけどし、あの、海の魚とか川の魚とかわからんねよね。え、海か。海よね。じゃ、これは違うか。誰これ。タイヤ。タイヤかい。誰の車のかな？車持ちいるんすか？この村、車持ちいるんすか？誰も持ってなさけやけどな。この辺とかは。これぐらいの大きさかな？もうちょっとデカめ？いや、これぐらいかな？すげ、鈴木って一番釣れるよね。うー、こんな時に限って違う。ミノカサゴ。え、一番釣れるやつよね、確か。なんか、いつもちょっと大きめのやつを狙ったら、毎回かかるのが鈴木な気がする。ってことは、あれも、これ、ウツボか？そっちじゃないんですよ。そっちじゃなくてね。あ、あれ、ちょっと高いやつじゃない？あの、ちょっと、蛍光イエローみたいな感じの蝶々。捕まえとこう、あれも。花ひげウツボを釣り上げた。砂の底からこんにちは。ってことで、スターの網。よし、捕まえとこう。これ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 。ちょっと待って。届かない。あ。ててーん。赤エリトリバネアゲハを捕まえた。ちっちゃな赤エリがキュート。全然キュートには見えんけど、まあ。まあ、それはあれか、私が虫が嫌いだからというだけかな。あ、シャンティ。あれ、なんか初期の服よね。最近あんまり初期の服着とる子を見かけん気がするんやけど、そっか、カッペイさんおるんやっけ。あんなとこでずっと寝よったら、あれよね。日焼けしそう。焼けたらどういう色になるんか知らんけど。緑やけんね。これぐらいじゃない大きさ、多分。さあさあ。来いよ。多分、いつもこれぐらい大きいやつを釣ろうとしたら、来よるんやと思う。せっかくでかいの狙ったのになんか、ねえ、いつも釣れるやつやけん、しょうもないなーって思いよったんやけど。待って。全然。全然食いついてくれないんだけど。あ、これもダメな気がする。ほら、方向が。シビアよね。めちゃくちゃシビアよね。よし、来い。お、お。はい、来たー。これやろ、きっと。違う。違う。あ、ヒラメ？マジで。お、この魚料理に使えそう。ヒラメのソテーのレシピをひらめいた。あ、そういうこと？なんかさ、私、どこやったっけあれ。豆粒商店。で、あっとった名前。いや、あそこでね、そのレシピ集、初心者用のレシピ集みたいなやつ買ってやりよったんやけど、そのごとくに追加されることもなく、マイルのところにも料理のはなかったけん、どうやって増えるんやろうなって思いよったんやけど、思いついていく感じ？え、作れるんかな？他になんか必要なものあったりする？どこ？これか。ヒラメのソテー。細いキノコがいるってことは時期が違うやん。9月ぐらいかな。9月に入ったら生えてくる？くっそ。くっそ。今が9月であれば、
ね、もうルンルンで家に帰って作るんやけど、これはどうだ？あれは逆にちょっと大きすぎたんかな？やっぱこれぐらい？中くらいな感じかな？あー違う。あ、でも高いやつやん。石台やったね。え、これいくらぐらいやった？あ、元！この魚料理に使えそう。石台のカルパッチョのレシピをひらめいた。マジで？食べれるんや。まあ、石台、タイってことか。でもなんかあれやね。砂漠のめっちゃ家じゃない？めっちゃ家じゃない？カワハグマでがね、あんな、もうカラフルって言っても白黒か。でもあんなどぎつい色の魚調理したくないよね。あれ、そういえば夏の貝殻って落ちとった？あれも8月いっぱいまで落ちとるよね。多分。なんかなかったような気がするけど。あったんかな？あ、これは違う？ブラックバスやった。ブラックバスやった。違うな。あれよりは大きいな。待てよ。どんだけ釣れないんだよ。え？一番釣れる魚じゃないのか。ね、動画外でさ、ひたすらお金集めのために釣りしよるときはさ、ポコポコ釣れるんやけど、あ、夏の貝殻あるわ。いや、こういうとき全然釣れんよね。これかな？これちょっと位置がダメか？ダメですね。ダメですね。これぐらいの位置からか。てか、こんな位置からさ、現実で釣りしよったらさ、全然見えんくない？確率にもっと前に出るよね。細い。はい、来た。よかった。逃すかと思った。違うんよ。エイを釣り上げた。イエーイ。いや、普段釣れんようなのがいっぱい釣れるんですけど。でもあれか、動画的にはそれはいいんやけど。その方がいいんかもしれんけど、私はスズキが欲しいんですよね。スズキって一年中釣れる？でも今釣れんとかいうことは別にないよね。どうも。イラちゃん、うそー。そう、1年と5ヶ月ぶりだよ。マジ、そんな？よく数えてたねって思った？ずっとイラちゃんのこと待ってたんだから、もうあたい不安にさせないでよね。ま、元気みたいでよかったけど。あはっ。てかさ、この間シャンティの誕生日の時に、あ、いなかったか。別の子か。別の狼だったわ。別の狼だったわ。いろいろとごっちゃになるな。でも色が全然違うね。白かったもん。これは？小さいかな。ちょいちょい。お？さあ来い。お、これは来るね。オッケーオッケー。小さいかな？おや。イカを釣り上げた。イカよろしくー。イカが吐く炭を使えば変わった見た目の料理が作れるかも。イカ炭パスタとか？料理のレシピをひらめいた。レシピはいっぱいひらめくんやけどな。どこや？あ、ほら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 。イカ炭パスタ。小麦粉とイカ。小麦粉？小麦粉は作らんといかんのか。くっ。くっ。あ、石鯛のカルパッチョ、石鯛だけでできるよ。お、イカ炭カレーも。ねえ、石鯛のカルパッチョ作ろう。ふぅ、やっと作れる。やっと作れるよ。いや、私さ、ケイトさんのとこにも行きたいんよね。ふぅ、やっと。ねえねえ、ほらほらほら。この鍋もさ、え、どこでやったっけ？普通にお店で買ったやつかな。そう、ゲットしたんよ、ついこの間。オーブン付きコンロで何か作ろうかな。この鍋はね、関係ない。コンロがあれば大丈夫なんやろうけど、やっぱ見た目的にね。はい、石鯛のカルパッチョ作ります。こんな感じなんやって。作っちゃう。めっちゃおしゃれやんね。できた！石鯛のカルパッチョができた。よき。この辺のって食べれるんかな？
応食べようと思ったら食べれる？あ、食べれる食べれる。へえ。なるほどね。で、なんか料理とかができるようになってけん、ね、既存の料理だけじゃなくって自分で作って、で、そのシーンそのシーンに合ったもの、飾れるんかな？あ、飾れる飾れる。を飾ることができるようになったってことやんね。よき。よきよき。さて、それじゃあちょっと、ああ、やっとだ。ケイトさんのとこにいてちょっとテーマを聞いてこよう。通り抜けれんかった。何座ってんだ？あら、えなさん、こんにちは。今日もデザイナー修行のためお邪魔させてもらってます。よければまたいつものようにコーディネートを見せてほしいんです。今回見せてほしいのはバカンスコーデです。夏休みのような長いお休みにリゾート地へお出かけするときの服装を見せてください。海や山、川、人里離れた田舎なので、のんびりと過ごすときの格好をイメージしてくれたら OK です。田舎とかでもバカンスっていうんか。参考用としてバカンスのイメージな服をお渡ししておきますね。バカンスのイメージな服ってどんなんやろ。フィッシャーヘムトです。フィッシャーヘムト？なんだいそれは。私の中ではこれがバカンスのイメージなんですが、どうぞ、アイナさんのセンスで自由にコーディネートしてみてください。私はここにおりますんで、よろしくお願いします。じゃ、ちょっとそのフィッシャーヘムトとかいうやつをちょっと今回ベースにしてやっていくか。お、ギリギリやったんやね、持ち物。身につける。こんな感じ。こう？マリン系の服ってことかな？じゃあちょっとこれに合わせて、何か。下さ、白いパンツで合わせたら可愛くない？じゃあ先に埴輪埋めとくね。お先に埴輪をちょっと埋めて、よいしょ。帽子はこのまんまでいいかな。よいしょ。あ、間違えた。じゃあ埴輪は回収しないで。よし。白いパンツで合わせて、リュックはいらんかな、別に。髪型はどうしようか。このままでいっか、髪型も。木製クローゼットで着替えようかな。着替えます。とりあえず、サンダルもやめて、白いパンツって思っとんやけど、それっぽいのが、これぐらい？スラックス。こんな感じで、帽子これでいいかな？帽子、帽子。こっち。ああ、なんかこれいい、どうかな。どうかな。なんか違うな。小さいの、いや、もっと違うな。これはパイン柄アウトドアハット。いや、なんかすごい派手だな、全体的に。どう？違うね。麦わら。リボン。あ、これさ、なんか大きいリボンみたいな。ないんか。これか。大きなリボン。いや、なんか違うな。てかあれやね、なんか、漫才師みたいな格好に見えるな。なんかそんな感じせん？ズボンがいかんのかな？スリッポン。なんかすごいコミカルな感じの色味をね。いやー、でもなー、やっぱさっきの、どこ行った？あ、一番上か。さっきの、カンカン帽。これかな。いや、なんか難しいな。この服可愛いんやけどな。ボディーバッグ。いや、邪魔かな。蓋付きリュック。いや、なんか違うな。この辺の貝殻ポシェット。じゃあ一応これでいくか。よし。
個人的には絶対専用な服装やけど、ゲームの中でも。とりあえずテーマでバカンスって言われて、あの服に合わせようと思ったら、難しい。でも絶対この服にはスカートよりもパンツルックやと思うよね、個人的に。しまっておく。どうかな。どうでしょう。着替えてきてくれはったんですね。そのコーディネート、もう見せてもらっていいかしら。オッケー。ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん。なるほど。どうすか。まあ、こんなに完璧なコーディネートは見たことがありません。身につけているアイテム一つ一つがバカンスというイメージを形作っていて素晴らしいです。ほんまにアイラさんは抜群のセンスをお持ちですね。さすがです。おおきに。お礼の仕立て屋クーポンは後でお家に送っておきますね。ぜひ今度使ってください。あとこれもどうぞ。私がデザインしたものなんですよ。気に入ってもらえたら嬉しいです。持ち物入るっけ。一個だけ入るのかな。ケイトのパンプスです。これも私が手掛けているブランドのアイテムなんですよ。ぜひもらってください。できたばかりの新作なんですよ。今後下手屋に並ぶようになると思うので、よかったらまた見てくださいね。いつもほんまにありがとうございます。また来る時もよろしくお願いしますね。よかった、ちゃんとベタ褒めしてもらえた。パンプスどんな感じかな。これか。こんなん、え、めっちゃおしゃれ。いいやんいいやん、好き好き。この服には合ってないけど、好き好き。うんうん、よきよき。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いやー、なんか何気にさ、一番釣れるよねって言いながら永遠に鈴木が釣れるのじゃないかと思って若干焦ったよね。